はい、それじゃ J4 で、あれなんか構成終わってんな。J4 で録画、あ、こういう時、いいね。こういう構成が終わってる時、一番いいキャラクター教えます。皆さん、J4 です。なんとこの一人で、タンク、エンゲージ、何でもこなすことができます。このキャラクター、素晴らしいチャンピオン。さあ、録画、開始開始。J4 の神髄に、お前らはビビることになる。ファーストブラッド、ナイス。味方が倒されました。まずは1デッキね。え、待って、これ、あ、やる。まずは1デッキ。フラッシュ使ったのかな。こういう時フラッシュ報告してくれたらな、助かるんだけど。モネリオリさん、J4 の神髄とくとご覧あれ、開始開始。 J4 マジ最強だからこいつ。マジで、マジで構成困ったらとりあえず J4 やればいいみたいなとこある。うわ、マジ？こうなんです。J4 はなんと一人でもやれちゃうんです。一人でもなんとやることができます。そう、 J4 なら。あ、俺ケイトリンだと思ってたけど、これサミーラか。構成見てなかった、別に。なんであいつあんなブリンクしたんと思って、フラッシュにするんじゃなかった。さあ、まず 1J4 のいいとこ出ましたね。さあ、次のいいとこ見に行きますか。また出ましやよ、永遠なれ。危険。4レベ勝ってねえな、カニ。眠れなかった感じ。味方をいかに自分でないところで何もさせないから勝利の秘訣になりそう。そうですね、味方がいかに死なないか。でもそんな大丈夫、味方が死んだって焦る必要ない。だって僕は J4 だもん。 J4 はね、何もビビることはない。大丈夫大丈夫、味方が死んだって関係ない関係ない。お、ダブルキル、ダブルキルですね。素晴らしい、素晴らしいですよ。味方褒めてあげましょうね、こういう時は。ナイスプレイ。なんと J4 はファームも早いんです。こんなチャンピオンが今までいたでしょうか。エンゲージもできて、ダメージも出せる、さらにファームも早い。宇宙ですね、非常に宇宙ですね。これに来ませんね。本当はこれボットレーンで使いたかったのにな、フラッシュないから。あ、危険ですよ。危険。J4 なら関係ありませんからね。関係ありませんよ、J4 は。関係ありませんからね、そんな敵なんて。あんまりビビることはないですよ、J4 使ってるんだから。
ドリンクもあります。なんとなんというチャンピオン、素晴らしすぎる。一人で全員を倒せます。なんというチャンピオンパワー、あまりに強すぎる。味方が死にましたよ。でも気にすることありません。だって私は J4 なんだもん。 J4 なんですから、そんな細かいことは気にしませんよ。味方が死んだなんて。さあこれなかなかエラルド取るのは厳しそうですが、どうですかね。でも私 J4 だからいける気がします。あースマイト出ませんでした。悲しい。完璧なタイミングのフラッシュアウトですね、これ。スマイトが出ませんでした。うわー、お前なんということをしている。大丈夫ですよ、私 J4 ですからね。私 J4 ですから死にませんよ、そんなんじゃ。死ぬと思ったでしょ今。死にませんよ。さあ1対2なのにもかかわらずトップはあんまり有利取りませんね。危険ですよ。ジェホマジで寛大すぎる、心が。何も恐れることがない。そうそうそう、俺ジェホだもん。あまりにも強いこのチャンピオン。味方がちょっと死んでる？関係ない関係ない、全部破壊してあげて。 J4 でこいつバフされるの俺結構イカれてると思うんだけど、マジでこいつクソ強いと思ってる正直。あ、これね、味方にあげてくださいね、こういうのはね。レーンガンクでもし、あ、ハニワクだ。我が民を守るため、無理そうだ。わかる、明かりやばそうだよね、めっちゃわかる。眠眠かったさん、なんか今回のバフみんな難しげだと思うわ。我が父、王のため。それな、戦え戦え戦え。戦いませんね、味方が。すごい。あんまり関係ありませんからね、J4 なんでね、私ね。それな。関係ありませんよー、タワーなんて関係ありませんよー。全部倒してあげてー。頑張ってもいいですからね、こんなもん。みんなもそろそろあれじゃない ?J4 使いたくなってきたんじゃない?これ。ストレッチパワーが溜まってきてるでしょう。いいの時間なんて来ませんよ。そうですよ、これ。もうだって俺なんか難しいことしてないでしょ、一個も。そうなんです。難しいこと一つもいらないんです、このキャラ。なんと。なんということでしょう。
何してるんですかね、このボットは。何してるんですかね、味方も何してるんですかね、これ。スマイトないな。スマイトがないですけどね。J4 が強すぎますね、これね。あまりにも強すぎます。見てください、807。ね、経験値吸ってあげてくださいね、味方のね、こっそりね。じゃ帰りますよ。何ですかね、これ。逃げれますからね、J4 は。全然任せてくださいね。取らないでください、私の。我が民を守るため。いや、これリパいるかな。リパ1個あるからいいかな。ラックス積んでるし。あ、5いくか。5422って何？何その暗号。いきますよ、行きますよ。あ、音がすごいですね、なんか。モネール予備さん、逆に J4 の弱点を教えてください。 J4 の弱点ないです。何もないです。あまりにも強すぎることでしょうか。レイヤフーさん、両連で相手の見終わる動画見て気持ち悪くなった。やめてくださいね、私の仲間に手出すのね。これちょっとまずいな。ちょっとまずいですね。おー、ナイスですね、それ。入りますね、さすがにね。さすがに入りますよ、そんなのされちゃいますと。マスターいないですね、これね。意味わかりませんね。行きましょうね。移動中です。5422になったろ。ん、これ助けましょうね。味方死にましたね。まあでも倒しましょうね、ついでに。いや、マジで強え。なんだこいつ、なんでこんな強いん。いやでも W なら止められる可能性があった。そこを考慮してた。あいつは味方が倒された。味方死にましたね。シャットダウン移動中です。なんかいけなくね、これチーム。敵のタワーを破壊しました。味方が倒されました。いや、いい、フォーク強い。ナイス、やりますね、チームやりますね。
チームやりますね。見てくださいこのたくましい J4 の姿、強すぎる、あまりにも強すぎるこのキャラ。これベース上がりますからね、すごいですね。死にましたね。マサイ何それ、誰、固くね、終わらないけど。ヘカリもやりたいね。え、そうなの？技アップじゃん。まだ画像一回も使ってませんからね、これ。私に画像を使わせてください。ノーダメージ、マスターイノーダメージ、エンゲージしますよ。逆にね、敵が前に出てきたらエンゲージしてあげて、スマイトで取ってあげて。バロン行くか。移動中です。終わるけどな、別に。まあ終わるけどな。悪くねこれ、テキサス行ったら。たくましいですからね。何ですかこれ、何ですか。ビクトリー。ああ。ネムネムカットさん、なんでフレッシュがトップでプロプッシュしてるん、わらわら。ほら、一切の相手タンク、何相手マスターイファイターサポートエンゲージで、トップもタンクね、ミッド DPS と思って戦った。どうでした、関係ありません。 J4 一人でタンクエンゲージダメージ全部あります。全部あります、このキャラ任せてください。それじゃあね、皆さんもね、こんな最強な J4 がバフされるみたいなんで、またバフされたらちょっと使っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。